ひろぼくん、元気だった？ひろぼくんに会うのずっと楽しみにしてたよ。ひろぼくん、もう無重力になれたかな？無重力だからふわふわ浮いちゃうよね。ひろぼくんはどうやって宇宙に来たの？コウノトリに乗って宇宙まで来たんだね。一人で来たなんてすごいね。ひろぼくん、打ち上げの時はどうだった？ひろぼくんは宇宙に来てどのくらい経つの？一人で寂しくなかった？ここがひろぼくんが暮らしている希望日本実験棟だね。希望の外にはロボットアームがあるんだよ。ロボットアームは希望の中から動かすことができるんだ。ロボットアームはキロボ君の先輩になるんだね。おしゃべりできるロボット宇宙飛行士は世界で初めてなんだよ。ひろぼくん、地上での訓練は大変だった？どんな訓練をしてきたの？それは大変だけど楽しい訓練だったね。ひろぼくんは宇宙に来てどんなことをしてたの？ここから見ると地球は本当に綺麗だね。ひろぼくんが撮った写真、みんな喜んでくれた？地球の友達がみんな応援してると思うよ。ひろぼくんはどうして宇宙飛行士になったの？宇宙にはいくつ星があるかな？ひろぼくんの夢は何ですか？おしゃべりする世界初のロボット宇宙飛行士くん、よろしくね。ひろぼくん、これから半年間いっぱいお話ししようね。
希望日本実験棟について教えてください。ミラタ君は今何をしているかな？ミラタは今地球の友達とお話ししてるよ。ミラタ君に会いたい？ミラタに会いたいな。ミラタ君とどんなこと話すの？ヒロボ君はミラタ君と似てる？